激辛ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。はい、やってきました、イモプチさん。今日はですね、大久保の新ルンプというですね、これ激辛麻辣湯があるお店ですよ、うん、うん、ここですね、これ見てください。いかにも辛そうなメニュー表ですよね。えなんて書いてあるかわかんない。ねえ、もうこれ本場ですよ、本場。大丈夫ですか。まあ大丈夫だと思います。本当ですか。1万円もらったし1万円もらったし、飴玉ですからね。注文しましょうか。はい、はい、すいません。え、そういうこと。ここで頼めばいいんですか。あ、なるほど、セルフスタイルですね。マーラータン1つと、マーラーバンの羊肉抜き。あ、マーラータン羊入れてください。はい、いいんで。じゃあ、え、平気なの。オッケー、いい、オッケー。羊でも何でも食べますよ、うん、あと、キクラゲ。あ、すごい。すごい、すごいな、これいいね。ラーメンとかあるし、ほらいいね、バイキング方式ですよ。イモキさんがどんどん取っていきましょうね。はい、ねえ、この白菜嬉しいですね。野菜がいっぱい、すごいな。うわ、すごいね、これめっちゃ大きいよ、このキノコね。大きいね、これ何やってんの。じゃあこんな感じにしましょうかね。あ、はい、結構あれですね、なんか、あ、結構ガッツいっちゃった。まあいいから大丈夫だ。すごいね、うまそう。辛さはどうします。一番辛いのはみんな食べれませんか。食べれるますか。めっちゃ辛い。めっちゃ辛い、はい、100人いたら何人食べれますか。3人ぐらい。お姉さん食べれますか。食べてたら。マジで歯の方が心配なんだよな。辛さは別にいいんだけ どじゃあいいじゃないですか。じゃあ中辛にしといて。中辛にしといて。中辛いいじゃないですか、はいはい、辛さマックスレベルマックス、はい、おー、これは何でしょうか。マーラータンです。マーラータン、オッケー。真っ赤か。多いな。マーラータン、オッケー。すごい、うん、うん、激しく、もっと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 激しく、腰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 動かせマーラータンです。うわ、すごい。これさっき取った具材がこの中に入ってると。あー、匂いがなんか、すごい、うまそう、これ。おー、これはマーラーバン。普通に美味しそう。わー、ありがとうございます。え、美味しそう、いいな。これうまそうだね、こっちも。いただきます。いただきます。お餅食べたい。お餅ね、いっちゃってください。いただきます。はい、お願いします。辛い。ちょっと、何が美味しい。山椒が鼻にくる感じ。あ、山椒がある。山椒入ってんの。入ってる、入ってる。あれ、さっき入ってないって言ってた。あれ、入ってるよな。熱っ。もう辛い。マジ中辛だもんね。結構辛い。まあ、ちょっとピリ、喉にピリピリする。本当に。じゃあちょっとジョニーのこっちのね、マーラータンの方行ってきましょうか。はい、さっき かまぼこ取ってないのに、なんかかまぼこ入ってるんだけど、どういうことこれ。なんかそれじゃない。サービス。じゃあかまぼこいただきます。はい、硬さ、はい、あー、よし、見てるわ、かまぼこ。ちょっとスープ行こう。うん、でも余裕そうですね。ぶっちゃけどう、あの四川風のぶっちゃけどう、ぶっちゃけ軽くない、軽くない。ズズズズ、ちょっと待って、これ使おう。ザキプププ、ちょっと待って、これ使おう、これ使おう。これ結構四川風で結構来てるわ。いや、これ使おう、これ使おう。もちろん辛いも辛いし、なんかね、あの四川風独特のしびれというか。あー、これやば、芋吉のやばいかも。こっちもやばい、ダイレクトに来る、こっちもやばいですよ、うん、ちょっと交換しましょう。チェンジ。あれじゃない、白飯だからやばい。そう、濃厚なんだよ、多分こっちの方が、うん、それで一番カウンターなのやばかったかもしれない、うん、いただきます。辛い。うわー、結構いったね。うん、辛くない。うん、もうきつなも結構ずるずるいった。あー、美味しい。ええ、これ食べてみ、食べてる、絶対。うん、あ、羊に帰ってるでしょ。いや、美味しい、美味しい、美味しい。あれ、え、うち食べれるよ、これ。美味しくない。絶対うち素早くは。やめろ、汗見て、汗。あ、でも
こっち熱いしね、スープだからね、熱辛いよ。うん、うま辛い。嘘つくなよ、そっち辛くねえだろ。なんか辛いよ、辛いよ、辛いよ。たまにはいいんじゃない。たまには。もしかして こっちの方が激辛なんじゃない。立場逆転、辛いの苦手なうちでも食べれるの。うん、マジでツイッター作るから。カレー、いやでも見てこれ、代謝がいいんだよ。カレーよ、色がやばいもんだって。真っ赤っかだよ、大から一番辛さマックスですから。こっち熱いし辛い、これ。あ、いいです。汗出る体質でよかったね。いや、そういう体質じゃなくてこれ出るよ。芋吉もやばい。芋吉さんもなかなかね。喉に引っかかった。めっちゃ辛い。辛いね。山椒がきつい。ちょっと甘くいきます。山椒が一番やばいかも、これ。ね、だからうちも無理だもん、これ。うん、うん。いや、あれだね、演技結構うまいな、ジョニー。うん、演技じゃないよ、演技うまい。カレーバーモントカレーの大辛とこれ、うん、こっちどっちやから。こっちに決まってんだろ、こっちに決まってんだろ。バーモントなんて気になんないよ。まあでもこれうまいよ、普通にうまい。トウモロコシ麺うまくない？おいしい。普通にトウモロコシの味するわ。これ100人中3人しか完食できないらしいです。これね、23人。はい、もっと食べて。いやいや、自分でね。いや、もっと食べて。自分で食べるらしい。いやいや、激辛ジョニーなんだから、もっと食べて。これ、かわいいね。何これ、スライム。なんか、あれや、エビまんじゅうみたいな。そう。うん、これ辛いけどうまいわ。あのね、トウモロコシ麺がね、このスープにね、染みてなんかね、トウモロコシ風味してるよ、汁。薄っぺらい食レポですね。さすが。全然進んでないですよ、芋吉さん。だって自分で。自分で辛さ落としたでしょ。え、でもこれ3人で食べてるからね。いい、中辛。待って。だって、あの、一応今回さ、ジョニーさんのチャンネルだから、まあ、芋吉も、ちょっと頑張ってもらった方がいい。かなって。それ頑張ってもらえて困るよ。でもうち中辛って言ったもん。いや言ったけど、じゃあ中辛じゃん。辛くないじゃん実際。うちも食べたらめっちゃ辛かった、うん、いやいや、それはだってそれはそっちの。だって激辛って名前なんだから。しょうがないじゃん、しょうがないじゃん。だってあっち中辛頼んで中辛だもん。逃げんのか。いやいや逃げてない。だって俺はこれ大辛で、俺はこれで頑張ってるし。いやいや、こっちの方が絶対辛いから。いやいやいや、だからこっち全然辛くないから。大辛だから。激辛の意味がなくなっちゃう。言ってたじゃん。いやいや、だから激辛、俺がだって頼んだじゃん。激辛の意味がなくなる。自分で頼んだでしょ。だってそこ自分で食べてもらえないと困るよ。だって、いやでもそれはもう大人なんだから。いやいや、大人なんだから。じゃあこっち食べて。いや、これ俺の食べ物じゃん。プライドは、俺のはこれ。プライドは。いやいや、プライドは。いや、プライドとかないの。プライドは俺は、プライドはこれを食べることだから。自分のため。いやいやいや、食えよ、こっち食えよ。いやいや、食う。いや、こっち食えよ。いやいや、食わんねん。なんでムラムラつかんねん。いや、おかしくない。1回目。いやいや、やめてよ。いやいや、なんで、待って、ちょっと待って。なんで食べないの。おかしいでしょ、おかしいでしょ。食えよ。食べるんかい。おいしい。絶対絶対。安っぽい茶碗。本当だよ。ああ、汁も飲まなきゃダメだ。もちろんだよ。そうだよ、そうだよ。最後、丼スタイルでいきますわ。あれ、芋口どっちが先に。あ、でも芋口いつの間に凍ってた。なんか芋口っていつの間に食えるよ。なんか前のカレーもそうだったから。だってジョニーの全然勝利でございます。いや、勝利とかないでしょ。今日あれですね、ジョニーさん。今日はあれです、ボーナストラックですか。はい、ボーナストラックです。ボーナストラック、うん、今日はラッキーデーってことですか。ラッキーじゃないですよ。ラッキー。僕も結構食べましたからね、これね。いやいや、半分以上うちが食べてない。胃に流し込む激辛。羊の顔を思い出して。ねえねえやめてくれ。必死に挑戦してるんだ、こっちは。
セジレの顔を思い出した。下の下に行けばちょっと結構ゆっくりね。みんなに無理やり言ってる。もう演技すんなよ。演技すんなよ。なんなら汗乾いたわ。乾いてないっすよ。乾いてる。いやいやいや。いつもはもっとすごいのに。頑張ったら無理しながら手を振る。これだから野球部。もしかして自衛隊の時も。このね最後の一杯がね躊躇するんだよね。だってカメラ近いやん。本当に頑張ります。わかんない。めっちゃわかんないから。不協和音。帰ろう。おい。もうちょっと。帰るな。あれ食べ終わったの？いつの間に食べ終わったの？ちょっとうちら歌ってたから。完食しました。はい。というわけで食べ終わったんですけど、新ルンプのマーラータンとマーラーバン。はい。食べました。どうでしたか？結構辛かったですね。おい、しゃっくり止まれ。なんだこの茶碗は。今回出演していただいたいもきさんのツイッターは概要欄に貼っておきますんでフォローしてください。あとこの挑戦に高評価の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。本当はどう、辛さレベル辛い。本当マジな方で、これ物語ってるでしょ。じゃあマジな、マジな見てよこの汗の量。マジなのここに動画撮ってる関係なしに実際実際うん全く辛いよ。使わない、この映像使わないっていう手でこだえて、これは実際辛くない。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとりボタンはここだよ。 OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK、 もっともっと OKOK。 辛いよ、辛いけどうま、美味しく食べられる辛さだよ。辛くない、ゼロはないよ。だから辛さレベルがいつもよりこう、うん、って感じかな。じゃあね、辛さの判定をしていきましょう。じゃあまずね、じゃあこっちからいこうか。ジョニーの食べたマーラータン、じゃららららら、じゃじゃん、辛さレベル3でーす。おめでとうございます。実際3。本当、打ち合わせの時は、まあ、いえいえ、打ち合わせとかじゃないから。打ち合わせの時なんで使わないだろ、この映像。うん、使わない。本当に使わない。まあ、2ぐらいとか。いや、言っても、うち的には 1.5 とか。いや、でも、まあ、辛かったから辛いことには間違いない。100人中3人しか感じない。そうですよ、100人中3人ですから、ね、これ店員さんが言ってましたからね。それをジョニーが食べたからね、これね。もうまたね、記録を作ったということですよ。はい、じゃあ芋吉さんの食べたマーラーバン辛さレベル、じゃじゃじゃん、7。辛さレベル7です。おめでとうございます。そう、確かにね、こっちの方が辛かった。ありがとうの腰振りしなきゃ。ありがとうね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。喜んでる。あれだ。だからこれ、だから要するにこれ僕食べたから100人中3人しか食べれないやつですよね、これ。なるほど。まあとにかくね、まあ名を刻んだということですよ。激辛ジョニーですからね。はい。すみません、ごめんなさい。ちょっと若干知名度調査しましょうか。激辛ジョニーって知ってます？激辛ジョニーって知ってます？意味わかんない。あ、意味わかんない。すみません。